小林製薬の紅麹を使ったサプリメントをめぐっては、接種した人で腎臓の病気を発症するなど健康被害が相次ぎ、これまでに2人が亡くなっています。県内でも紅麹を使った商品の自主回収が始まっています。業務用のパンを販売している甲子市のグラハムバンズでは、今月23日以降、紅麹を使用した2つの商品の自主回収を行っています。甲佐町にある健康商品メーカーの森川健康堂は、紅麹を使用している子ども向けの栄養補助食品キッズプロポリスの販売をおとといから中止し、自主回収をしているということです。対象は2020年6月から今月までに販売した100粒入りと150粒入り合わせておよそ3300袋です。2つの企業と熊本県によりますと、これまでに健康被害の報告はないということです。